なんでもないよ。SSS の名前のと小さいやいや、こんにちは、ほのぼのです。なんか喉にいますね。今喉にいた、うん、ってことでですね、本日はノエノン一人でイオンモールの方に行ってまいったんですけれども、やっぱ夏休みってこともあってかなり混んでました。で、今回なんでイオンモールにいたかって言いますとですね、買わなきゃいけないものがあって、あとはいろいろショッピングしたいなって思って行きました。でもゲットしたかったものはフルルルルフルルルルなんですけれども、久しぶりにあれやこれを買いましたということで、早速紹介していきます。まずダイソーで買わなきゃいけなかったものはこちらです。本当にもう可愛さとかないんですけど、大学始まってすぐにグループワークをやってたんだけれども、さすがに大学は夏休みの宿題とかないよね。でもあんだからどうなんだろうとか言って、教授に夏休みって宿題あるんですかって聞いたの。だから何まで可愛いこと言ってんの、夏休みに宿題なんてないよ、大学だよ、遊ぶんだよとか言ったくせに、結局あるっていうあんじゃねえかよと思いながら、その宿題クリアファイルに挟むみたいで A4 のやつ買いました。追加できないやつを買いました。何枚なんだろうこれ、書いてあるね。10枚ポケットだ。確実に少ないんですけれども、まあいいでしょう。もうちょっと可愛いのチョイスしてよかったんですけど、使いやすさ重視でこれにしました。ほのぼのファイル系は買ったことあります？ダイソーで。あるよ。この入れるファイルじゃないけど、こっちのファイル、うん、ああ、こっちのファイルね、は結構買ったことある。うん、なんか2人とも今日特殊メイクみたいなメイクですね。なんかやばいね。今日あんたさ、メイクに何時間かけてた？今日これ動画撮るよって言ったのにさ、そっから3時間ぐらいさメイクしてたよ。この時計紹介したから見て、ミニーかと思いきやミッキーそっくりなミニーちゃんの時計です。で、しかも受けるのがこれ見て、このパンダ誰？なにこのパンダ、ディズニーが出てるやつなんだけど、キッズのやつなんだけど、ビンドゥンじゃない、でビンドゥントゥンみたいだよ。なんか可愛くて買っちゃいました。次、これもダイソーなんですけど、 YouTuber じゃないですか、うん、同じライバルとして YouTuber の商品買ってきました。さあ誰でしょうか。実はファンだったみたいな感じなんですけど、誰でしょう。最初の文字も、も、はい、もです。もっくん TV。いません、そんな TV は。わかんない、いるかもしれないよ。正解はこちら、でれん、もっちまるの商品でございます。わかんないわ、さすがに猫はわかんない私結構見てるんですよ、もっちまるちゃん、うん、サムネがすごい好きで、なんか人間感強い猫大好きなんですけど、もちまるじゃないんですけど、ホーム画面猫なんですよ、うん、前にね、猫カフェ原宿のモカさんっていう猫カフェさんに行ったんですけれども、そこの猫ちゃん、私一匹お気に入りちゃんがいまして、ここはこうなんか囲ってある模様の猫がいるんだけど、可愛くてそれを待ち受けにしてるんですけれども、この子も超可愛いし、もうめちゃめちゃ人気 YouTuber じゃないですか、この子ね、一本動画100万回再生しちゃうみたいな感じなんですけれども、この商品いつから販売だったのか分かんないんだけど、ほぼ売り切れてて、そこのコーナーだけガラガラだったの、商品ないみたいな。で、これ買わなきゃダメじゃないと思って買いました。これがマッチ袋、マッチがない袋ですね。マッチなし袋、ピラピラピラっと開けるとこがない、ハサミで開けてくれると、こちらのもちまるステッカーでございます。これをパソコンに貼りたくて買いました。この袋とシール以外にもグッズあったと思うんですけど、マスキングテープかなんかがあったんだけど、それ以上に結構商品あると思うんだけど、もうなかったですね。これ超可愛くね。4枚入ってる。お、5枚入ってる。え、6枚入ってる。めっちゃ入ってんじゃん。6枚、5枚。見て。お嬢様、私がウィンクしたらじゃん。おー、よく知ってんじゃん、その歌。なんで知ってんの？流れてきた。なんで知ってんの？嬉しい。それもさ、お嬢さん、私がハート作ったらもう片方を作りください。もうよく知ってんじゃん、ありがとうございます。めっちゃ聞いてる。これはキンプン曲なんですよ。キンプのライブは、はい、連日でございます。はい、ということで、こちらのもちまるステッカーの方を見ていきましょう。おー、なんか結構でかいステッカーが、チンみたいなのあるよ。めっちゃキンみたいなトレカみたいにすなこんな感じで、すごい、あ、これ好きかも、かわいい。あ、綺麗な猫だね、本当に。はいはい、かわいいじゃん。これがいい、これが一番いいわ、これが一番いい。はい、こんな感じです。これが一番好き。あ、これスマホに貼ろう、これスマホに貼りたい。安いかも、100円でこんだけもちまるグッズ買えたわ、嬉しい。いいね。
はい、ということでこちらのもちまるグッズでございました。ダイソーは以上3点でございます。結構少ないね。そう、少ないのよ。で、次に私が買いたかったリピリピっていうヘアジェルみたいなのがあるんだけど、前髪に使ってるんだけど、それがなくなっちゃってプラザ見に行ったんですけど、なかったんですよ。でその後薬局にも行ったんですけど、薬局も売ってなくって、で薬局は私ロゼットも買いたかったので、どっちもなかったんですごいショックだったんですけど、安心してください、ガチャガチャ回してきました。1つほのちゃんのお土産です。3つ回してきたんですけれども、こちらスアンですね。はい、どっちがいい？喜べ、こっちで。はーい、はい、やったー、スアン、ね、スアンだよ。スアンは恋でもらうのが好きです。え、スアン乗りたくね。乗り行こうよ、芋柱公園に。これね、ラインナップ見てほしいんだけど、金色のスワンでもあった。そうなんです、よくわかりましたね。これ金色のスワンがあって、金色のスワンが欲しかったんだけど、デズでございます。金色はしっかり金色なのよ。動くの？待って、これ泳げるじゃん。見て、動かせられるんだけど。何それ、それは聞いてないね。このゴールドスワンめっちゃよくね。いいねえ、ゴールドスワンなかった。中もちゃんと見て、人が座れるようになってる。なんかさ、こういうのさ見るとポニョ思い出す。ポニョさ、ちっちゃいカンカンみたいなのさ、ハンドパワーででかくできるの知ってる、うわー、スワン乗りたい、マジで。暑いな、でも今の時期。ちょっと無理か、今の時期は。まあ、カップルが多いよね、あれね。輪ゴムも入ってて、多分これで回すんだと思う。こことここに輪ゴムをつけてあるから、これをくるくるして、で、水の上で遊んでくださいっていう、なんともアナログなやり方ですね。いくよ。うん。いくよ。めっちゃ早い。秒じゃん。かわいい。あ、スワン大好きなんだけど。こんな感じで、スワンでございました。はい、じゃあ次。次はこちら。ね。裁縫セット。これもね、欲しかったのも出なかったんですけれども、かわいかったんで、OK でーす。ラインナップはこちら。裁縫セットってさ、ほのちゃんこんなんだった？うん。マジ？なんか、今うちにアディダスで。なんかね、人気のやつはね、うん、他の学校でも人気で、うん、その輸送が遅れる人とか、あ、この間先生の借りるみたいな。へー、私はなんか背負うやつ、なんかリュックみたいなのだった。入ってないんだけど、これ入ってないもんな。そういうこと。なんかさ、これこう見るとさ、中身も入ってんじゃんみたいになったらさ、まさかのシールっていうね、おもろすぎ。で、こちらのシール付けさせていただき、うーわ、見て、そんなことある？シールの取り方さえも下手くそみたいなね。はい、貼ります。はい、貼りました。いいですね。で、上ね、めっちゃ男の子のやつなんですけど、シール貼ります。結構みんちゃんさ、ツイッターさ、ガチャガチャいいねしてんじゃん、うん、流れてくるからさ、めちゃめちゃいいねしてる。あ、かわいいと思ってそれをおいいねしてる。おいいね、おいいね。こんな感じで開けたらこんな感じです。お弁当箱みたいだね。お、はいや。ということで、以上ですね、ガチャガチャ。続いてなんですけれども、久しぶりにですね、私たち、あれが食べたいということで、あれを買ってまいりました。じゃんじゃんじゃん、ミスタードーナツ、ミスドに行ってまいりました。ミスド、いくら買ったと思いますか？3000円分ぐらい。1866円。安いよね、ミスド。マジ安い、ミスド。もう本当大チャーだから。ということでですね、今日は最後ミスド食べながら、ちょっと雑談をしたいと思います。寒いとか言わないでください。紹介しますね、ミスドね。私はですね、いちごのミスドが食べたくなって、かまいたちさんがまたミスドの紹介みたいなのやってて、それ見て食べたくなりました。こっちはカスタードのクリームの、エンジェルクリームのカスタードバージョン。これが2個、これが2個入ってて、で、こちらなんですけれども、ちょっと謝罪させてください。私がですね、エンジェルクリーム食べてしまいました。さあ、失礼いたしました、ごめんなさい。ということで、一つ一つ紹介していきます。これは季節限定のザクザククロッカンシュードーナツでございます。ザクザクってあそことコラボしてる。そう、あそこなのかなってちょっと思ったんだけど、ぽいんだよね、あそことのコラボっぽいです。うちが売ってるあそこは原宿の竹下通りにある。あそこまだある？おしょうがないね。で、私が目当てだったのはこちら、黒糖のポンデリングです。これも大好き。こちらのいちごがかかっているなんとかプリーム、これを2個買いました。え、黒は？黒がなくて、これメープルのエンジェルフレンチ。
あとこれも私がちょっとチョイスしたんですけれども、ポンデリングのいちご味でございます。どうちゃんポンデリング好きだよね。そう、ポンデリング大好き。あとオールドファッション何もかかってないやつと、オールドファッションなんかかかってるやつです。何食べたい？オールドファッション何もかかってないやつ。ザクザクのが一番高かったね、205円。ということでちょっと食べたいと思います。いただきます。いただきます。うん、ふーん。はい、ということでですね、本日はノエノンがイオンモール一人でショッピングしちゃったよーのコーナーでございました。え、ノエノンちゃん持ち丸グッズ買えてずるいって思ったヒート、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ぜひ皆さんですね、よければミスドで好きなドーナツコメント欄に書いてくれたら嬉しいです。はい、それでは今からですね、本日使った金額の方を発表したいと思います。ミスドドーナツ1866円、ダイソーで334円、ガチャガチャで900円、合計で3100円でございます。この番組にしては安いなと思ったヒント、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の番組をしましょう。キャバイバイちゃん。